太平洋戦争の武将ベスト5、日本陸軍編。太平洋戦争における日本陸軍は世界的に見ても非常に統率が取れており盛況な軍隊でした。優秀な指揮官の下で数々の戦場において華々しい戦果を上げています。しかしその一方で指揮官の不適切な行動で多くの兵士の命が失われた作戦もあります。今回は日本陸軍の5人の武将の起こした象徴的なエピソードについての解説をしていきましょう。5位、富永京二中将。富永京二中将は1892年生まれで、1913年に陸軍士官学校を卒業後順調に昇進し、1939年には参謀本部第一部長となりました。富永は太平洋戦争勃発に関わる大きな事態を引き起こしました。この戦争が起きた直接の原因はアメリカによる対日石油輸出の禁止です。この行為により日本はアメリカが要求したハルノートによる中国からの日本軍全面撤退か、それとも開戦するかの二者択一を迫られる状況になったのです。その引き金となったのが日本軍による南部仏印進駐です。これにより日本は延焼ルートの遮断に成功しました。延焼ルートとは、中国国民党の蒋介石に支援物資を届けるためのルートで、主にビルマルート、仏印ルート、ソ連ルートの3つがありました。日本による中国侵略を防ぐため、イギリス、アメリカ、フランス、ソ連が支援を行いました。第二次大戦においてドイツがフランスを降伏させたため、フランスの植民地であった南部仏印に対して日本軍は当初平和的進駐を計画していました。しかし富永の指導で急進的な武力進駐に変わり、現地で衝突が発生しました。この一連の日本軍の行動はアジア各地に植民地を持つ連合国、特にアメリカを強く刺激し、石油の輸出を全面的に禁止されるという最悪の事態を招いてしまったのです。結果的に富永の行った行為は火に油を注ぐことになりました。この進駐が行われなければ太平洋戦争は起きなかったかもしれません。その後1944年7月、フィリピン方面で第4航空軍司令官に任命された富永は前線に積極的に出向き、部隊の士気を高めようと努力しましたが、戦局の変化には適応できず、マニラ支守の方針を転換。アメリカ軍が上陸してくることを知ると、ルソン島から部隊の処置を行わずに台湾に脱出するという前代未聞の敵前逃亡を巻き起こし、軍内外で激しい批判を招くことになります。その後予備役に編入されましたが、終戦直前に召集されて満州に送られて捕虜となり、10年にわたるシベリア拘留も生きながらえて帰国。その後彼は国会で自らの行動について謝罪し、その責任を一身に負うと述べ、1660年に68歳で亡くなりました。4位、辻正信大将。辻正信大佐はノモンハン事件、その後のマレー、ポートモレスビー、ガダルカナルなどの各方面の作戦に参加し、戦争指導においては作戦の神様、軍の神様と当時は称えられていました。しかしその一方で非人道的事件を巻き起こし、指揮系統を無視した独善的な指導が問題となっています。それが顕著に現れた事案をご紹介します。第二次世界大戦中の1942年、フィリピンでの日本軍の行動が後に大きな批判を浴びることとなりました。当時フィリピンのバターン半島で日本軍に降伏したアメリカ兵とフィリピン兵の総数は当初の日本側の予想を大きく上回る7万6000人に達しました。
日本軍はこれらの捕虜を120km離れた捕虜収容所へ移送することを決定しました。移送には一部において鉄道やトラックが使用されていましたが、輸送能力には限界があり、約 80km の区間は徒歩で移動する必要がありました。この過酷な行進は炎天下で行われ、捕虜の中には戦闘により負傷したりマラリアにかかった兵士も多数含まれていました。その結果、移動中に約7000人が死亡することになり、この出来事は後にバターン半島死の行進として国際的に非難されることとなります。辻正信はこの行進中偽の命令を発し、捕虜の処刑を指示したとされています。大本営からの命令だと偽って出されたこの指示はほとんどの部隊によって無視されましたが、一部の部隊では実際に処刑が行われました。戦後辻はこの戦争犯罪の責任を逃れるために逃亡を図ります。敗戦後辻はタイのバンコクで戦後を迎え、その後逃亡を決意します。彼は数名の同行者とともに青木範信と名乗り、僧侶に変装してタイで潜伏生活を始めました。その後中国へ移動し、共産党指導者の蒋介石にかくまわれることになります。1948年、日本に帰国した辻は炭鉱労働者として転居を繰り返しながら生活していました。1950年1月、辻は戦犯指定から逃れ、再び世に姿を現すことになりました。その後、戦功三千里という著書を発表し、この本は戦後の潜伏生活中の経験をもとにしており、大ベストセラーになりました。1952年には公職追放令が解除され、無所属で衆議院選挙に立候補し当選。その後自民党にも所属しましたが、1959年には党から除名され政治家として辞職します。その後も政治活動を続け参議院選挙に当選。しかし1961年4月4日に東南アジアの視察に出かけた後、4月21日以降消息が不明となります。その後の調査でラオス北部に僧侶姿で向かったことが確認されていますが、その後の行方については不明のままです。辻正信の人生は戦争と戦後の混乱の中で複雑な歴史を刻み続けました。3位、牟田口蓮弥中将。インパール作戦といえば史上最悪の作戦、そして今回紹介する牟田口蓮弥中将といえば史上最悪の指揮官と言われています。1943年3月第15軍司令官に就任後、牟田口はインパール作戦を指揮します。ビルマから470km の距離を行軍し、イギリス軍の拠点インパール攻略を目指しましたが、結果は惨敗。インド国内だけで3万人以上の戦死者を出し、日本軍兵士の死者が横たわる道は白骨街道と呼ばれ、悲劇的な結果となりました。この作戦はビルマ防衛のために敵の拠点を攻略し、インド独立運動を誘発する狙いがあったのですが、その目的は達成されませんでした。世間一般に抱かれている牟田口のイメージは、安全な場所にいながら無謀な命令を乱発し、兵士の命など顧みない将軍といった感じですが、過去における牟田口の行動を見るとそれとは真逆の人物像が浮かび上がってきます。これが本当に同一人物なのかと疑うほどです。マレー作戦において彼は敵弾が飛び交うシンガポールに自ら上陸し、敵兵からの手榴弾攻撃で負傷しながらも陣頭指揮を続けています。ビルマ戦線ではデング熱に侵されながらも休むことなく指揮を続けています。それに彼は日頃から一般将兵とも親しく接していました。マレー半島で将兵と和やかに談笑する牟田口の姿が撮影されています。
さらには誤った叱責をしてしまった部下の中隊長には自ら宿舎まで赴いて謝罪したというエピソードもあるのです。それ以外にも連隊備品の毀損届がほとんど出ていないことに疑問を感じた牟田口は徹底調査を命じ、その結果今まで隠していた備品の毀損を次々と届けられました。その届出書の高さは70センチメートルにもなりましたが、牟田口は部下を咎めることなく品駐屯軍司令部の経理部長にいかなるお咎めも受けるので亡くなったものは揃えてほしいと頼み込み、経理部長はその牟田口の態度を見て問題にすることはなく揃えることを約束しています。この穏やかな一面は戦争の鬼将軍と呼ばれる彼のイメージとは対照的です。その彼がどうしてインパール作戦という無謀な行動に出たのでしょうか。遡ること1937年、盧溝橋事件で日本軍の夜間演習中に中国軍からの発砲があり、その後両軍との間で衝突が勃発。この事件が日中戦争の引き金となり戦争の拡大を招きました。牟田口はこの時旅団長が出張中のためその代理で対処に当たりました。牟田口は中国軍と停戦交渉を行いましたが、その後も中国軍からの攻撃は続いたためやむなく軍に出動を命じます。この一連の行動は盧溝橋の優勝と称賛されましたが、戦後自らが引き起こした戦争の大波に後悔の念を抱くこととなります。彼は日頃から自分が日中戦争の原因となる行動をしたことへの汚名を返上したいと考えていたようです。戦後1964年12月、牟田口は雑誌丸の対談でインパール作戦を振り返り大粒の涙を流しました。この涙は戦死した兵士たちへの痛惜の涙とされ、鬼将軍の涙として語り継がれています。晩年は脳一血で右半身が麻痺し、1966年に心筋梗塞と脳出血により77歳で亡くなりましたが、亡くなる直前に彼は敬礼の姿勢をとっていたと言われています。2位、寺内比佐一。日本の軍事史における伝説的な人物、寺内比佐一。彼の名は日本陸軍の輝かしい、しかし複雑な歴史に深く刻まれています。寺内比佐一は元帥陸軍大将として知られ、日本の陸軍を指揮しました。彼は東京府で生まれ、父寺内正武の影響を受けて軍人としての道を歩みました。陸軍大臣としては衛生省の設立を提案し、軍と民間の連携を進めました。太平洋戦争中、寺内は南方軍総司令官として南方戦線を指揮しました。日本軍の戦局を左右する重要な役割を担いました。戦局の変動に応じた決断が彼の肩にかかっていました。1936年大阪で発生したゴーストップ事件では、兵士と警察の衝突が世論を揺るがしました。寺内は当時第4師代の師団長として事件に関与、結果的に軍部と警察の権限に対する論争が激化し、軍部の強大さが浮き彫りになりました。また1936年1月21日の衆議院本会議では、浜田議員と寺内の間で激しい論争が勃発しました。その会議で浜田議員が軍部の政治干渉を批判したところ、寺内は軍を侮辱していると反論。それに対して浜田議員は、速記録を調べて軍を侮辱する発言があれば恰幅してお詫びする、なければ君が恰幅せよという腹切り問答にまで発展した一幕がありました。議会は閉会し、寺内は議会解散権を要求し軍国体制の進行を促しました。
1944年10月に行われた台湾沖航空戦は、台湾東方海域に展開しているアメリカ機動部隊を日本軍の基地航空部隊が迎撃したことで発生した戦闘です。日本側はこの結果を空母19隻、戦艦4隻、巡洋艦7隻、艦首不明15隻沈没、撃破と発表しました。しかし実際には重巡洋艦1隻と軽巡洋艦1隻を大破させたのみの軽微な戦果に過ぎませんでした。戦争後半における大本営発表は事実を国民に公表せず、過大な戦果を報道し戦意高揚を図っていたのです。しかし寺内はこの戦果の報告を受けると、米艦隊はすでに壊滅したと信じ込み、ルソン島への大規模な支援を送り、アメリカ軍迎撃を指示しました。その結果、35万人が物資不足で飢餓や病死する悲劇を招きました。人的被害という点ではインパール作戦をはるかに上回ります。戦後寺内は連合軍に拘留され、68歳でその生涯を閉じました。1位、花屋忠。今まで紹介してきた各武将の中でも一番問題行動が多かったのが、最後にご紹介する花屋忠です。昭和日本陸軍の中でその暴力的な指導スタイルで知られた花屋忠、彼の名は軍内でのパワハラと暴君ぶりで広く知られています。岡山県出身の花屋忠は1922年に陸軍大学校を卒業し、エリートとしての自負を持っていました。彼の指導スタイルは極端で、部下に対する殴打や罵倒、自決の強要などが常態化していました。1931年、花屋は石原莞爾とともに満州事変を計画。満州鉄道の爆破を中国軍の仕業に見せかけ、満州への軍事侵攻を正当化しました。彼は満州国軍の顧問としても活動し、自らの影響力を誇示しました。1933年、北陸タイムズ社が軍部を批判すると、花屋は自らの部隊を率いて同社の事務所を包囲し発砲。彼の暴力的な指導は常に軍内外で恐怖を巻き起こしました。1942年にはビルマ戦線に第55師団長として赴任しましたが、アキャブの飛行場に迎えに来た工兵隊の連隊長の服装が乱れていることを叱責し、殴るという問題行動を起こしています。その後のビルマ戦線においても部下への過剰な要求や暴力行為が続きました。攻略すべきイギリス軍の陣地が幾重にも鉄条網が張られていたため、攻撃支援の要求が出された時には、そんな弾はやれんよと言い拒否し、進言した士官に自害を強要。それを止めた参謀に対しては青竹で殴るという考えられない暴挙に出ています。また当時の日本陸軍には火砲を放置して撤退することは許されておらず、敵に捕獲されるような事態になれば兵隊は自決するよう強要されていました。ある少尉は周りの説得もあり、火砲を爆破処分して退却しましたが、その事実を知った花屋に自決を強要され、なんとその少尉は手榴弾で自決しました。これは花屋の極端なパワハラの一例です。花屋忠は肺がんで亡くなるまでその暴力的な手法と非人道的な指導で知られました。そしてこのような数多くの問題行動を起こしている花屋に対して、日本陸軍は何らの処罰も行いませんでした。彼の生涯は昭和日本陸軍の過酷な内実を物語る一例です。彼の影響力と指導スタイルは軍の運営と戦局に深い影を落としました。今回紹介した各武将の行動は決して過去の物語などではありません。今の社会にも通じるものがあります。現代においてもなお大きな社会問題となっているパワハラ問題、
会社の上司と部下の信頼関係のあり方などを問い直すための貴重な教訓となっています。成功体験や美談が称賛される世の中ですが、本当に必要なのは失敗から学ぶことだと言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。